どうですか。こちら、これ何ですか。これ何ですか。これ何ですか。開けてみましょうか。はい。開けましょう。はい。ゲームじゃん。そう、これがね、任天堂スイッチ。ママゲームやるじゃないですか。うん、やる時あるね。結構毎日やってるじゃないですか。やる時あるねって、なんかまるでたまにしかやらないみたいな言い方してましたけど、ほぼほぼ毎日ゲームやってるじゃないですか。なんで今ここ詰めたんですか。ねえ、一人でやってるじゃないですか、ゲームを。うん、暇な時に、うん、暇なのかなんかよくわかんないですけど、だからそういう時にやっぱり家族でね、うん、遊ぶゲームがあればいいなと思いまして、うん、買いましたよ。うん、あ、そうですか。ママと見に買ったんですか。そう、家族で、家族でゲームできてね、楽しめたらいいなと思って買いました。うん、うん、なんで早速ですね、こちらの任天堂スイッチですね、開けてみたいと思います。はい、じゃあ開けてみます。わあ、この色か。はい、どうですか、見て。綺麗ですね。はい、ちっちゃいね。なんかちっちゃいね。はい、ちょっとじゃあ出してみてくださいよ。これどうやって？これコントローラーだね。うん、どうやって使うかちょっとまだわかんないですけどね。うん、画面でしょ？はい。どうですか？うん、初めて見たんです。うん、でもこれ充電かな。はい、コンセントですね。コンセント、はい、コンセントっていうかアダプターみたいなね。これ何、これなんだろうね。あー、綺麗。あー、はい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 、これ入れるの、これカチャって入れたりするのかな。そうかな。うん、これ何ですかな。はい、これもね、多分これにつけたりするんじゃないのかな、コントローラーで。うん、これ2個あるよ。あ、じゃあ2人でつけるっていうね。はい、あと最後はこれ何かな。はい、これ何ですか。これがゲーム機の本体ね。これで多分これをこうやって刺す感じでやってみる。いや、まだちょっと待ってね。はい、初めて見たんですよ。で、実際にちょっとこれが画面、うん、実は別でね、別で買ったんですよ、こちらの。これ何ですか。これは画面に貼るやつだね。あ、傷しない、傷つかないようにってやつで、これ買ったんですよね。はい、これどうやってつけんだろう。ちょっとつけ方が、綺麗。はい、ちょっとね、まいちゃんがいたら壊れるかもしれないから、ちょっとまいちゃんにはね、休んどいてもらってますけどね、今ね。あ、これでホコリ取ってから、うん、ちょっと気持ちいいね。
これこうピラーっと剥がして、うまくいくかな。なんかちょっと貼り方ね雑ですね。空気入っちゃった空気入っちゃった入っちゃったけどね、一応まあ傷つかないようにっていうことで貼りましたね。一応これ空気抜けんじゃないですか、いつか。まあなんかね、2枚これが入ってたんですけど、まあこれでつけるっていうね、空気貼っちゃったよ。はい、もう仕方ないじゃないですか、そんな。でこのこちらのコントローラーがこういう感じでね、こういう感じでカチャッとつけて、はい、でこっちもカチャッとつけて、でこうこんな感じで、あ、こういう感じのコントローラーなんですね。ママも触ってみますか。はい、わー、初めて。持ちやすいですね、うん、このサイズは。はい、多分これ取り外すときにこちらのボタン、うん、はい、これを押しながらやるとすんなりと取れるっていう感じで、でこれか、こちらのコントローラーが、はい、こういう風につける、こう、こうやってつける。でそうするとこの2人で遊ぶときにこうできるっていうことですよね、はい、だからまあただ取り外すのが、取り外すのもまたここボタンを押せばすんなりと取れるっていう感じですね、はい、多分ここのボタンを押すときにうまく取るのかなという感じですね、うん、はい。まあね、私たちの場合そのこれも取り外すとき2人でね遊ぶっていう、まあ家族で遊ぶって感じなんで、うん、まあ普段はまあどっちかね、ママが、ママ赤好きじゃないですか、はい、なんで赤いボタンで、パパ青いボタンでやるっていう、コントローラーでっていうことですよね。でこちら電源つけてみましょうかね。ここだ、電源ボタン。はい。任天堂って出て。反射してね、私の顔が今出てましたか。こういう感じで図のようにつけろって言ってなってますね。はい、ということなんで、これカシャッとつけますかね。はい、つけて、はい、でこっちもカシャッとつけて、そうするとこういう感じでね、これでもこう携帯のゲームでできるっていう。あ、そう、うん、これ結構便利ですね。はい、まあ私たちの場合多分テレビでやることが多いんじゃないかなとは思うんですけど、こういう感じで、うんうんうん、はい、ということでね、インターネットのね設定終わりましたね、うん、いやまあテレビにつなぐのはちょっとまあ後でっていうことにして、でジョイコンを、これジョイコンっていうんですね、はい、ジョイコンを取り外してみましょうって出たので外しますね。あ、これ立てかけられますよ、ほらほら、これで、で取り外すときが例のこのボタンを押しながらこうやって外すと、こっちも、はい、外しました。でこれ立てかけられるっていうことですね。はい、でこれを持って、はい、次へを選んでください。
はい、どちらのスタイルでも操作できますって書いてある。おー、で、OK。ニックネーム、こういうので選べるってことですね。こんな感じで、うん、ゲーム、なんか自分のアイコンを作るってことですね。まあまあ、どれがいいですか、この中だと。どれがいいかな。花か、これか。そう、じゃあどっちがいい。どっちでもいいですよ。まあまあ、これか、これか。まあまあ、決めてください。どっちがいいかな、どっちかわいい。パパ、ママ、ふたつ決まったけど、パパ、どっち。どっちでもいいですよ。下か。これ、うん。はい。ニックネーム。うん、ニックネームは、じゃあ、石川ファミリーにしますかね。はい。はい、ということで。10個だけで。そうなんですね。じゃあ石川だけでいいかな。あ、そう。じゃあ石川 F ってやっておきますか。はい。10文字までなんですね。はい。かわいい。OK と。はい。で、アカウントを作るってなってますね。じゃあこれはまあ後ほど作るってことで、ちょっとね、電池ももうそろそろ充電しないとないっていうことで、はい。で、これが本体がですね、こう感じでつけると、このテレビにつけて、うん、テレビにちゃんと大画面で撮れるっていうことなんですよ。なんでね、こういう設定とかちゃんとやってやるといいですね。ここの裏がこう外せるんですよね。こんな感じで外せるので、ここでまあちゃんと取り付けるってことですね。はい、これ AC アダプターのつけるっていう、うん、あ、これどっからでも刺せるんですね。どの角度からでもこう刺して刺して、こちらでテレビにつけるんですけど、これもここに刺す。で、これこういう風にしてこう閉じると、こううまい感じでピタッとなる感じですね。はい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 。まあ、実際にね、まあ、ゲームやったわけじゃないんですけども、今回 Nintendo Switch 開けてみました、はい、ということで、まあ、コントローラーね、まだこれしかないんですけど、これを使ってね、パパとママを遊ぶ遊ぶ感じで遊んで、なんかいろいろとね、楽しむことできたらなと思います。で、これをね、購入したのをきっかけに、なんとですね、ゲームチャンネルも新たにやってみようかなと考えてるので、はい、うん、まあね、私たちが遊んでるチャンネルですね、うん、やってみたいなと思うんでね。なんかいつもほら、ママスマートフォンで一人でやってるからさ、それだったらね、家族で楽しんだ方がいいでしょ、うん、で、舞ちゃんが大きくなったら、みんなでね、なんかこんな感じでこうやるのも楽しいんじゃないかなというふうに思いました、はいはい、ということで今回はですね、任天堂スイッチを開封してみました。それでは、バイバイ。バイバイ。楽しみですね。ね。
はい、ということで、まあいろいろとね、ゲームがあるんですけども、まあマリオブラザーズですね、やってみたいと思います。ということで、これがどうやんだ。はい、これで、スタート。はい、ということで、多分ね、パパが赤で、ママが白のルイージーで、こうジャンプして、で、亀ね、こうやったら蹴飛ばするんですよ。はい、まず進めますか。 ママ、早く動いて、動いて、動いて。ちょっと待ったりとかしてね。何何、亀触ったら死んじゃいますよ。ちょっと待って、まだ慣れない。慣れない。 あ、そう、ママゲーム上手いじゃないですか。 ずっと、はい、これでこう、はい、こういう感じでね、ママほら、髪来ちゃうから逃げて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 逃げ
ちょっと釣られて、来ましたね。まあ、こういう感じで、神やったら、はい、蹴飛ばしてくださいよ。あ、逃げて逃げて。逃げてくださいよ。なんで？なんで行かないかな？はい。あー、私も死んじゃったね。いや。あー、せめてね、ここ、俺、クリアして。ママどこ？もう終わり。なんでママ終わり？もう終わりだね。やばいね。なんでママだけなの？はい、もうこれ使います。で、はい、クリア。まあね、こういう感じのゲームが、できるっていうことなんですけども、まあね、もう、ママもいなくなっちゃったんで、まあ、こんな感じのね、ゲームだったっていう。まあ、これからね、いろんなゲームをね、ママとパパでやってみたいなと思います。ママがやってみ？もう一回？はい。あ、そう。もう一回。まだ慣れないよ。あ、そう。なんでママ飛んだけど、俺も、あ、そう。まあ、行かないかな。あ、そう。じゃあ、ちょっと悔しいですか？うん。わかりました。じゃあ、もう一回。じゃあ、再度挑戦ですね。これが、はい。では、これで。はい。さあ、まあ、進んでね、ジャンプしてっていう感じなんで、で、基本亀を、こう、見てください。こういう感じでこう、やったら、はい、まあ、ぴょんとこれでいけるという感じですね。はい。はい。じゃあ、いや。ママ逃げて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 、なんで死ぬんですか？ちょっと死んじゃったよ。うん、そうよ。いや、とりあえずひっくり返してでやってくださいよ。ひっくり返して、はい、行きますからね。はい、じゃあ、はい、ひっくり返して、はい、登って登れます？こうかな。こう感じで。いけますか？いや大丈夫ですか？はい。おぉ。大丈夫ですか？ああ。またダメでしたね。ああ、死んじゃったの。はい。これでクリアっていう。はい。最悪ですね。はい、まあね、ちょっと慣れるまで頑張りましょうってことで、これにて終わりですかね。まだ慣れないですよ。はい。なかなか難しいね。はい、まあ頑張ってください。